ても評価できますよね。そうですね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、前半31分、ブルガリア頭で綺麗に合わせる場面がありました。そうでしたね。ゴールには至らなかったんですけど、場所としては申し分ないとこでしたからね、打った選手にとっては残念でしょう。そして前半45分、ブルガリア豪快なロングシュートを見せてくれました。そうですね、決まりませんでしたけど、直前のパスも非常に良かったので、惜しいプレーだったと思いますけどもね、もう少しですよね。ご覧いただいてまいりましたように、本日の試合はブルガリア見事試合をものにしました。本日の解説は北澤豪さんでした。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。画面のハイライトシーンをお届けしながらのお別れです。皆さんまたお会いしましょう。